はい、皆さん、こんにちは。コーダです。ということで、突然ですが、皆さん、昨日の午後9時、何をしていましたか？まあ、YouTube を見てた方もいるでしょうし、ちょっと遅めのね、晩飯を食べてたなんて方もいるんじゃないでしょうか。ちなみに僕は珍しくお笑い番組をテレビで見てましたね。では、もし、その9時という時間帯が消滅してしまったら、皆さんはどうしますか？まあ、1日が23時間になってしまうとね、まあ、1日24時間でも短いのに、さらに短くなると、ちょっと僕的には辛いものがありますね。ということで今回はこの冬リリース予定の237というアプリ、遊んでいきたいと思います。まあ、タイトルにもあるようにね、時間というね、キーワードが至るところにね、散りばめられた世界観っていうのと、またその時間を操るバトルっていうのがまた爽快でね、かなりやりごたえのあるゲームになってます。あとは声優さんたちの豪華キャストだったりね、あとは可愛いキャラクターたちだったりね、まずはぜひぜひ見ていただければと思います。そしてこの動画の最後にもね、なんと緊急告知もございますので、ぜひそちらも、楽しみに。ということで、本当にね、まだこのゲーム配信されていないゲームをね、先にプレイさせていただけるということで、はい、早速楽しんで、遊んでいきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、こちらがトップ画面になります。ね、主人公の光くんがね、なんかこうやって、かっこいいポーズ決めてますけど。それでは早速、まず召喚からしていきましょう。召喚。そう、ガチャでございます。今回11回連続召喚をしていくんですけれども、まあ上にも出てますね。ベーパルト、そしてツタンカーメン。ツタンカーメンかわいい。ツタンカーメンぜひ手に入れたいね。そしてもう一人、はい、ブリュンヒルデ。ブリュンヒルデが星5ですね。はい、このブリュンヒルデ星5か、ツタンカーメン。どっちかが出てきてほしいなって。まあ、ベーパルトさんもちょっと欲しいんだけど。というわけで、11回連続召喚、早速やっていきましょう。そう、あ、そう。このゲーム、他のゲームに比べても、かなりね、ガチャの演出がド迫力なんですよ。はい。なので、そこをね、ぜひちょっと、見ていただければと思います。それでは行きましょう。11回連続召喚、お願いします。はい。願って。いや、マジでね、すごいよ。最初、これ引いた時、ちょっとびっくりしたもん。はい。我、天かける金、金庫職なんで、ちょっと読めなかったけど。はい。来ました。カシャリンコと、さあ、タッチしていきましょう。よろしく！いきますよ！見ててね！ほらほら、まずやばいでしょ？ジョワーンって来て、ガシャリンコ来て、ジュンピュンピュンつって、はい、開いたつって、おお、来た！ジュリエット！いいっすね。なんか切ない顔してますね。次は？お、ジュリエット2人目。はい、ジュリエット2人目。はい、3人目。次は？エカチュリーナ2世。うん。2世なんですね。はい、一世はどこに行ったんでしょうか。さあ、お、かっこいい。ダルタニアン。呼び声に応じて参上しました。声は可愛いですね。あ、マジですか、ありがとうございます。はい、エカチュリーナ2世。お、エカチュリーナまた来ましたね。はい、お、またエカチュリーナ来たね。そろそろ一世が来てくれてもいいんじゃないか。どうもどうも。おー、来た。あ、ベーブロット。結構軽いお兄さんですね。はい、そして、おお、ツタンカーメン、来た。インプリティアトム、よろしくね、お兄ちゃん。お兄ちゃん言われちゃった。ちょっとドキッとしちゃうな。そして、はい、あ、エカチュリーナ2世さん、はい。おお、また来た、おお。やった。全員来たじゃん、狙ってたの。よっしゃー、ブリュンヒルデさんゲット。ということで、11連召喚。はい。いや、嬉しい結果ですね、これは。ちょっと詳細見ていこうかな。はい、ブリュンヒルデさん。あ、こうやってプロフィールとかも見れるんだね。へぇ。いや、ツタンカーメンちゃん可愛すぎない？おぉ、こうやって全身も見れるんですね。そして左手に持ってるのか、ぬいぐるみかな。ペットかな、なんか可愛いですね。いや、今回の引きはマジで良かったですね。まだまだ2017年引きがいいですね。ありがとうございます。そんじゃ今回ゲットしたキャラクター、早速、パーティーに入れてみようかなと思います。ちょっと主人公の光くんはちょっと残しといて、こんなパーティーでいきたいと思います。さあ、それではバトルやっていきましょう。このね、237のバトルシステムがですね、かなり面白いものになっていますので、まあ簡単にね、説明しながらプレイしていきたいと思います。さあ、それではクエスト開始ということで、まずは出撃していきましょう。で、行きたいところをね、タップしてバトルを開始、お願いします。はい、では説明していくとですね、この、バトル4つの戦闘モードをですね、瞬時に切り替えながら、まあ、バトルをしていくんですけれども、まあ、その切り替え方法っていうのがめちゃ
くっちゃ簡単でまあ左にね、こう左や右にね、こう画面をシュッシュとフリックしていくだけで、切り替えることができます。まずは左にこうフリックすると、まあ敵にねどんどん攻撃してくれるアクセルモード、そして右にフリックすると、まあ敵からの攻撃をね防いでくれるシールドモード、そしてさらに下にフリックすると、真ん中にある黄色いゲージがですねどんどん溜まりやすくなるチャージモードってのになります。このモードをですねうまく切り替えていきながら、やっていくんですけれども、そしてこのチャージが溜まると、はい、上にスタートバレットタイムって出ましたね。さあここを押しましょう。そうするともう攻撃をガンガンしてくれる、バレットタイムってのになるんですけれども、その前に勝っちゃいましたねまあ次見せていきましょう。んでですね、もう一つこの237の面白いところがあって、上にまあ、秒数が書かれてますね。 43.64 って今書いてるんですけれども、この秒数皆さん何だと思いますか？実はこのカウントがですね0になるまで無敵モードなんですよ気づいた方も多いかなと思うんですけれども、今攻撃、敵からの攻撃全く食らってなかったんですよね。なのでもうね、攻撃し放題なんですけれども、だからね、そんなこと言ったらもうめちゃくちゃ簡単じゃんとかね、すぐに勝てちゃうじゃんってね思う人いるかもしれないんですけれども、まあ、今回はね結構簡単なクエストやってるんで勝てちゃうかもしれませんが、じゃあちょっとバレットタイム、はい、バレットタイム行きましょう。はい、どんどんどんと、そうなんですけれども、実はそんなことなくて、難しいクエストになっていくと、そのもう最後まで倒しきる前にね、その無敵時間が終わったりしますし、そもそも無敵時間が30秒ってこともあるんですよ。まあ、今回は77秒でしたけどね、なのでいかに4つの戦闘モードをね切り替えて早く敵を倒すか、そして無敵時間が終わった後にねどうやってボスを対処していくかっていうのをね考えないといけない奥深さも、実はあるんですね。さあそれでは最後にバレットタイムを出してジョンジョンといきましょう。はい、オッケー、おめでとう。まあ、こんな感じでですね、その無敵時間の時は結構もうオートモードみたいな感じなので、フリックしてモードを切り替えるもよし、まあ、電車とかね乗ってる時はとりあえず戦闘始めとけばほぼオートモードみたいな感じなんでね、ほっとくのもよしですしね。はい、そじゃあもう一回ね、さっきよりもちょっと難しめのクエストやっていきましょう。さあさっきよりもバトルする数が増えましたね。そして無敵時間も30秒、かなり短めということでやっていきましょう。もう神々ですねまずはしっかりチャージして、とにかく今無敵時間なんでね、この時間にチャージをして、そして、ね、チャージしてる時にね、右側のキャラがね、味方がねこうちょっと黄色いポヤンっていうのを出した時にタップするとチャージが溜まりやすくなるんですよ。これをどんどんタップしていくことで、よし、バレットタイム、はい、来ました。バレットタイムに行きやすくなるんでね。さあ攻撃して攻撃して攻撃して、はい、頑張って頑張って、いけいけ、よしよし。じゃああとちょっとなんでね、左に切り替えてと思ったけど、その前に OK、 勝ちましたね。はい、2回目のバトル、そして無敵時間は残り約10秒ですね。もう10秒しかない。でも1匹か。でもちょっと今のうちにちょっと溜めとこう。チャージモードで溜めといて、はい、タップもしながら溜めといて、さあもうすぐ無敵時間が終わるぞ。さあこっからが勝負、こっからが勝負。1回こう、待ってシールド、はい、相手がね、びっくりマークが出たら攻撃してくるよっていうタイミングなんで、その前にねシールドして瞬時に敵からの攻撃を防ぐっていうのが結構大事ですね。まあ今両手でやってますけど、本当にこれ片手でもねできるんでね、お好きなスタイルでやってみてください。でも結構手に汗握るバトルなんでねさあタップ2バトル、残り2回ですね。バトル、さあバレットタイムも溜まってますね。一気に使っちゃいましょう。さあ攻撃して攻撃して、どうかな。さあバレットタイムが結構早めに終わっちゃう。待ってシールド、一気にいけ、あ、やばい、大丈夫か。いった、よかった。これそう、結構ねちょっとダメージ食らうだけでもやられちゃう時があるんでラストボスだけですね。結構でかいボスだけど頑張っていきましょう。いや、このボスがね、なかなかね、まあこれもクエストによるんですけれども強かったりするんで、さあワーニング来ましたよ。行きましょう、ミドガルズオルム。そんな人ペロペロ、下ペロペロしないでさあ行きましょう。まずはチャージで溜めて、やっぱ溜めた方がいい。待って、攻撃来る、シールド、よし、来ると思ったら瞬時にシールド、 OK。 でも一回チャージしていきましょう。しっかり溜めて、よしよし、
さあ、オッケー、もうすぐ止まる、もうすぐ、シールド、シールド、一回シールド、危ない、危ない、危ない、オッケー、オッケー、あ、シールド切れましたね。まあでもバレットタイム、これでバレットタイムでどんどん攻撃して攻撃して、やらせない。まだだいぶ残ってるな。オッケー、オッケー、オッケー、え、チャージ、チャージ、チャージもう一回いけるかな。シールドがでもないんだよね、ないんだ、やばいな、やばいな、まずい、まずい、まずい。攻撃して、もう攻撃して、一気に攻撃して、一気に攻撃して、頑張っ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 て、まずい、まずい。頑張れ。くー、あとちょっと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 、ほらー、ほらー、ほら、負けたでしょ。そう、ボスが結構強いんだよ。序盤でね、手こずりすぎたんで、いかにその最初の30秒無敵時間をね、できるだけ早めに先に進めるかっていうところが大事なんですけれどもね、うん、悔しい、悔しいけど、ちょっとこのリベンジはまた次回にしましょう。いや悔しいな、もうちょっとね、あのキャラクターのレベルとか上げたらね、いけるかもしれないですけどね。ということで23-7先行プレイさせていただきましたけれども、本当にね、今までになかったバトルシステムなんだけれども、かなり操作は簡単で誰でもね入りやすいバトルシステムだなと思いましたね。あとはガチャもね、目的の3人一気にゲットしたんで、まあ本当にあの好みのイラストが多いですね、僕のね。特にツタンカーメンはね、僕のかなりお気に入りなので、まあ本稼働してゲットしたらね、ちょっと育てていきたいですね。ということでこの23-7、ただいまですね、絶賛事前登録受付中でございますので、まずはですね、公式サイトぜひご覧いただければと思います。そしてなんと、この動画を見てくださった方限定で CBT に参加することができちゃいます。はい、まあ本当に配信前に遊べるチャンスかもしれません。ただですね、参加条件などもありますのでね、そこら辺の詳しい情報は、下の概要欄に URL 貼っておりますので、そこからアクセスしてみてください。そしてこれがやばいんですけれども、はい、12月10日日曜日、カズゲームズ、カズさんのゲームチャンネルですね、はい、そちらで生放送をカズさん、そしてポッキーさん、そしてフェイトくんと僕でマルチイベントを行っちゃいます。やばいでしょ。いや、これはマジでやばい。正直、今から結構ドキドキしちゃってます。はい、なので、こちらもぜひですね、楽しみにお待ちいただきたいのと、もちろんマルチイベントね、参加できる方はぜひ参加していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、これからの盛り上がりがね、マジで楽しみな23-7。ぜひご期待ください。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コウタでした。次回の動画、そして生放送でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。